続いては団長安田さんの特集です、はい、こちらはですね、今から28年前の1995年1月17日読売新聞の夕刊の写真です。場所は西宮市の JR 甲子園口駅前なんですね。この真ん中に写っているのが20歳の団長で、はい、友人があのビルの中に生き埋めになる。そうなんですね、家で自宅で寝ていて、で震災が起きて、自分たちもパニックだったんですけど、おばあちゃん家に行こうと、どうなってるのか、おばあちゃん一人暮らしだったんで、行く途中に甲子園口があって、あれっていう感じで、なんだろうなんだろうで今呆然としてるところなのか、いつ取られるか分かんないんですけど、その後で圭介がここにいる、同級生の圭介がいるって分かって、圭介大丈夫かって駆けつけたところなのかはっきり分かんないんですけど、そういうシーンだと思います。記憶が曖昧になっているということで、今回取材を通してですね、いろいろちょっとその記憶をたどるという特集になっています。団長が夢だった芸人への道を後押ししてくれたのが親友の圭介さんでした。自らの経験を通して子どもたちに伝えたいこととは。うめき声と人の声がした、反応があるっていうので、とにかく頑張れよ頑張れよって、その励ますことしか俺はできないから励ましてたんですよね。ここで向こう側にほど近い西宮市の JR 甲子園口駅前、28年前の1月17日安田大サーカスの団長安田こと安田博美さんは、この場所で生き埋めになった友人山口圭介さんの名前を叫び続けていました。この辺ちゃいます、この辺やと思います。1995年1月17日の読売新聞夕刊の写真です。倒壊したビルの前で呆然と立ち尽くす男性、当時20歳の団長の姿でした。圭介さんも所属していたボーイスカウト、それで来たんです。子供たちに28年前の写真を見せました。あれなったら俺なんです。これが このビルがこれ。これがおっちゃん。たまたま芸能人じゃないですもん。ですよね。正直、はい、さん知ってる？知ってるけど。知ってるよ。実際がこうやったんで。こんなんやってね。閑静な住宅街が広がる西宮市でも多くの住宅が倒壊。震災関連死も含めて市内だけで1126人が犠牲になりました。震災の翌日、1995年1月18日の JR 甲子園口駅前の映像です。31人が入居していた7階建てのビルが倒壊し、11世帯19人がこの中に取り残されていました。その時に連絡を受けた団長は車で駆けつけました。真っ白、これがこう倒れたから、はい、だから甲子園口がなんかこっち来たやと思って、あれとか何が起きたか本当に分かんなくて、生き埋めになった一人、山口圭介さん。団長とは幼稚園の頃からの友人で、連絡が途絶えていました。
駆けつけた人が重機で瓦礫を取り除き、消防や自衛隊などが生存者を探していました。2日後の19日、運休が続いていた JR 神戸線は甲子園口と大阪間で運転を再開。出勤や通学する人たちのその傍らで生存者の捜索が続けられていました。57時間ぶりに9歳の男の子が救出されましたが、この日の夜、圭介さんの祖母吉本菊江さんが遺体で発見されました。震災から4日後の21日、フランスから61人の災害救助特別隊が西宮に到着。警察、消防とともにフランスの特別隊や救助犬も加わり、捜索が続けられたこの日、圭介さんがようやく発見されました。名前を呼び続けたという話を。そうですね、みんなで名前を呼び合って助かると思ってましたけどね。その呼んでた時はね、圭介さんが発見された翌日の1月22日、ようやく対面できた場所は西宮市内の遺体安置所でした。でももうよう見んくて、おばちゃんに、圭介のお母さんですね、もう見てあげて最後やから言って、見たら顔が腫れ上がってて、これは苦しかったよなと思いました。自分が泣いてたかどうかも覚えてない。団長にとって途切れ途切れになっている28年前の記憶。こんにちは。会わへんかった。ね、お久しぶりです。え、あの放棄ビルは見たん？見たよ。あれ倒れてるの。倒れてるのまさきてよ。お桜な、呼んでたよ、泣いとったよ。泣いてた俺。あ、そう。そんな記憶がないの、あんまり。なんか叫んでて、あこでみんなで集まってたの覚えてるけど、泣いてたまでは自分で記憶ないわ。当時のことを聞いて回り、28年前の記憶をたどります。ああ、コーヒー専門店マック甲子園口店。団長が幼い頃から母に連れられて訪れていた喫茶店です。待ち合わせをしていたのは古くからの友人、長吉隼人さん。かつて圭介さんが働いていた水道屋さんに就職し、現在は社長として従業員を引っ張っています。前の日踊ったもん。
これ。ギリギリ。ああそうか。あ一番最後までおったのハヤトなんや。で仕事やから今日また勤まんねんって言うて。そうや。仕事でこっちやったからな。いやよう見てみ、俺若いやん。団長も2日前、圭介さんと一緒に成人式に出席していました。何普通やねん。なあ。これアキオなの？これはイケちゃんや思ってんねんけど。いや絶対。これナオさんです。でこれが昔の僕の相方の竹さん。これが早く。こんななんでもな。マジマジとか見たの俺初めてかも。この顔写真でまだ日上がってるやんと思って。子供に前見せたのこれ、うん。映画って言われた。思うかな。うん、この世でみんな気をつけ気をつけ。言うだろうな。一人生きて出てきたもんな。そう、出てきた、出てきた。大丈夫かって聞こえる、聞こえる。でも、あれはどうやったやろな、ほんまは。聞こえたんだ、どうか。聞こえてほしいっていう気持ちなのか、ほんまに聞こえたんかが。私が来た時、あんたまだ生きてて、圭介君。え？生き埋めなってて。ああ。で、あそこのとこで、なんかうめき声みたいに聞こえて。うん、あ、ね、やっぱ聞こえたよね、最初ね。ね、隣の奥さんが、うん、もうさっきからずっとこう言うてまっすぐ言うてくれた、ね、あそこだけやったら助かってた人もいっぱいおるんかもね。真面目な方だったんですか？圭介ですか？真面目ではないな。真面目ではないけど仕事はちゃんとしてたんやな、うん、当時な。しっかりしてたな、うん、俺小学校の時に圭介の唐揚げ勝手に食べて殴り合いの喧嘩したしょうもなそれはお前が悪い。団長をお笑い芸人の道に導いたのは圭介さんでした。本当にね、言葉を失うような衝撃的な映像だったんですけども、お笑い芸人としての団長の今があるのは圭介さんの言葉があったからなんですよね。そうですね。さっき言った一緒に同級生の隼人も水曜屋さんに入ったのは圭介のおかげだし、僕がお笑いを志したのも圭介のおかげで、お笑い芸人への憧れだけで、うん、俺なんてお笑い芸人になられへんわ、なっても辛いことばっかりだろう、で売れなかったら恥ずかしいとかいろんな思いがあったんですけど、ずっと圭介がお笑い芸人になれと。でまあ、今松竹芸能ですけど、お前吉本行け吉本行けと、言ってくれていて、で思いはあるけど、いやこんな世界きついな恥ずかしいなといろんな思いがあったんですけど、圭介の死んだ姿を見た時に、二十歳で成人式の2日後にビルの生き埋めになって寝てただけですよ。でその姿を見て、やりたいことやりたいことを今やらないとっていう思いと、で売れないから恥ずかしいで寝てて生き埋めになって死ぬやつからしたらちょろい話じゃないですか。でなんか寝てるって思っちゃって、なので寝ずに今頑張れたりできるのも寝たくて寝てるわけじゃないですからね、うん、死んだら一生寝れんやから頑張れよ、今恥かいてもええやんけ、今やりたいことは今やろうとか、頑張れることは頑張ろうとかっていう思いで、でもこのあとすぐに正直言うの入ったんですけど、うん、圭介いなかったらここの番組でも喋れてないし、でこういう番組出ることがお笑い芸人にとってマイナスだなとか思ってる時期もあったんですけど、新聞でもう何百何万どころじゃない写真が新聞に選ばれて、しかも俺が中心で素人の時の
でこういうとこで呼ばれる。なんであそこで俺が中心で写真が写ったのかっていうのを勝手に、あ、俺あそこの人たちが応援してくれてるんだなと思って、コロナで、仕事がドンと減った時もなぜか急に阪神大震災の話をしてくださいとか取材が来たりして、それで救われたのは、いやまだまだお前頑張れよ、俺たちのこともっと伝えてくれよっていうふうに勝手に自分の中で背負って語り部にならなあかんねんなっていうところと、ある人に言われたのが、死には2つあるって言われて、体がまあ実際に死んだ時、そしてもう一つは、みんなに忘れ去られた時っていうことを聞いて、で、あ、ちゃんと俺喋らなあかんな、みんながあそこの圭介以外の人の名前も知らないしどんな人かも知らないけど、あそこの人たちがみんな俺を背中を押してくれてるんだって勝手に思って、で、はい、そこからは結構前向きに喋れるようになりました。まさに語って伝えてくれというこの写真が ね、この新聞の写真がメッセージだということで、はい、ただ笑いを届けるというのが仕事なので、その葛藤をですね抱きながらも団長は震災を語り続けています。震災後松竹芸能の養成所に入り、幼なじみの竹内信和さんと安田と竹内のコンビを結成。コンビは解散してしまいましたが、2001年にヒロ・クロちゃんと共に結成したお笑いトリオ安田大サーカスでブレイクしました。苦しい時は圭介さんの顔を思い出し、芸人の我慢大会があれば勝ち続けてきました。バックステップからの左ボディや、右や、左ボディや、ボディ打って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 、ボディ打つね。大型勝負の半沢直樹のあの名シーン、戻らないから。色味がやっぱりな、芸能が入って、こういうことならへんかったら、俺らも多分死にたかじゃん。忘れるんか、多分改めてせえへんと思うんだ。いや、一番はやっぱな、芸人になれよって言われたのかな。そんな言わへんよな、そんな人に言わへんな、あいつそんなもんの前で取り合ってねえじゃん。なんか意味あるんちゃうかな。たまたま芸能界行かへんのかな。喋れよってことやと思うねんな。お笑い芸人として震災を語るということ、葛藤を抱きながらも団長は自らの経験を語るようになりました。12月、神戸市長田区で行われたセミナーに招かれ、震災について語りました。本日はピンチの時の解決策と題してお声いただきます。それでは大きな拍手でお迎えいただきましょう。安田会長です。お願いいたします。お願いします。ダーッと揺れてもう飛び跳ねてないでしょ、ね、寝てる自分がバン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 。おかんが僕下の名前がヒロミっていうね、ヒロミ何してんのって来た時に、やば、俺食器片付けさせられると思う、もう寝てこわって寝てたら、おかんが死んでると思って、何やってんのって言って起こされて、起きたら壁にスキーブーツが刺さってた。あれ当たってたら完全に死んでるよね。そのスキーブーツバーンって壁から抜いて、あんた探してたやつあったでって言ってましたからね。
や俺も俺やけどお前もお前やでみたいな、はい、山口圭介っていう同級生が住んでて、ビルの中で二十歳で亡くなった子圭介が、お前は芸能界行け芸能界行けと、お前はお笑い芸人になるんだ、面白いから絶対行けるよって言ってくれた部分もあって、ああ言うてくれてたな、でも自信ないしな、売れへんかったら辛いな、恥ずかしいなと思ったんですけど、圭介の亡くなった顔がね、もう顔ボコボコなんで、ね、寝ててそのまま亡くなった二十歳で亡くなった圭介のことを思えば、芸能界で成功せえへんことぐらい全然平気やん、うん、売れへんかっても別に平気やん、生きてんねんから。団長はVTR の時に映像を見るのは避けてきたんだと、はい、でしばらく震災を語ることはなかったと聞きました、はい、何がきっかけでこの阪神・淡路大震災のことを語ろうというふうになったんですか。本当先ほども言ったように二度の死で、一個は命がなくなった時、そして、みんなに忘れられた時って言われた時に、圭介のことは僕が生きてる限り圭介のことはみんなに伝えれるし、うん、それを伝えることがなんかご両親に対して思い出させて申し訳ないのかなとか、いろんな思いがあったんですけど、まあご両親の方とも喋ったりして、まあそこの放棄ビルで亡くなられた方、他の方も含め、うん、なんか喋ることによってまだ魂は残ってるんだぞっていう思いで喋ってます、まあ、それはもう勝手な僕の思いですけどね。団長に関してコメントが視聴者の方から YouTube のチャット、はい、Twitter で寄せられています、はい、たくさん寄せられています、友人圭介さん、団長のことを背中から支えてくれてますねであったり、きっと今もつながってるんですよねといったコメントが寄せられていますね。生きていることに感謝、オリーブさんという、思い出すのはやっぱり辛いというふうに書いてありますね。思い出すの本当辛いんですけど、はい、僕はねロケで何度か死ぬ思いをしてるんです、うん、の時もなんで助かったんだろうとか、トライアスロンのレースでこけてドクターヘリで運ばれたりしたこともあるんですけど、言語障害もなく、なんかこう今でも元気でいられるのはなんかもう勝手な思いですけど、みんながなんか圭介が助けてくれたんじゃないかなとか、お前まだあかんっていう、なんか勝手にそんなこと思ってます。こうやって団長のように語ってくださる方のその思いを本当にねちゃんと受け止めて私たちも伝えていきたいなというふうに思いました。